5夜連続シリーズスーパー TV 人気怪獣大パレード春休みスペシャル人気怪獣大パレードは1984年3月26日から同年3月30日の5回にわたってテレビ東京の5夜連続シリーズスーパー TV で放送された特別番組であるテレビ東京が1983年10月から1984年9月まで 平日20時枠に放送していた一つのテーマを5回に渡って放送する帯情報番組5夜連続シリーズスーパー TV の第24週目に放送。つぶらやプロダクションが第2次怪獣ブームの最中に制作した作品の中からファイアーマン、ウルトラマンタロミラーマン、ジャンボングウェイを取り上げ各作品の名場面を紹介する。番組フォーマットは3パートからなり、 前半は各作品に登場する怪獣が大暴れする場面、中盤はドラマ、後半は怪獣とヒーローたちの対決という作りになっている。そしてドラマは第1回から第4回までは各作品からヒーロー誕生エピソードの第1話を含む3エピソードを選出して再編集。 ナレーターはオリジナル担当者に新読を依頼した。そして第5回は各作品の最終回を放送した。番組の間にはウルトラマンに登場した有効珍獣、ピグモン、宇宙人ジャバルタン星人、ドクロ怪獣レッドキングの3体がアニメキャラで登場し、ボクシングなどのスポーツをモチーフにしたアニメを放送した。ありがとうございます。